イルキルシュイコールグラフは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏の都市。正式には、イルキルシュとグラフェンスタデンは別々の村落であった。1871年から1918年まで、ドイツ帝国に併合されていた。イルキルシュは、ストラスブールの南郊外に位置する。イル川がコミューンを横断し、ストラスブールでライン側に合流する。 コミューンの多くやその郊外は採石場となってきた。コミューンの南北をローヌオーランウンガが通じている。イルキルシュイコールグラフはフランク王国時代に作られた。正確な時期については未だ不明である。エリフィナム、エレクレチェン、イリーンチャーシュ、エレキリチェ、エレキレカ、イリーンチャーチェンと地名表記が変化していき、現在のエレカーチに固定された。 コミューンの名は、イルガワのほとりにできた教会に由来する。グラファンスタデンは、イルキルシュ村に近接していた。経済的理由から、二つの村は統合された。第一次世界大戦後のイルキルシュの機関産業は、ソシエテ・アルザシエンヌド・コンストリクション・メカニーク社による、機械及び自動車部品製造であった。現在この産業は、スタレ、サービス業が主流となっている。 1940年から1944年までアルザスを占領したナチスドイツがローヌ・オーラン運河沿いに文化を築き現在も残っているストラスブール大学に属する校舎研究所がイルキルシュキャンパスにあるイルキルシュにはバイオテクノロジーや情報工学を専門としたテクノポールがあるありがとうございます